どうもお疲れ様です。本日9月14日朝6時の相場解説になります。まあ結論から言うとですね、窓埋めが完了しましたよということでございます。昨日の21時半大型の材料がありまして、その時に窓埋めは完了しました。ですんでね、もう窓埋めに関しましてはあまりもうやきもきする必要はないと思います。で、上昇トレンドがね継続ということも一つ分かりました。材料後に結局は、このようにね148円の方向に向かって円安はさらに進んでいくということでございます。実はね、長期金利の発表があった時に一つの転換点を迎えてトリプルトップもありましたしね、下落の方向に向かうんじゃないかなと、一時的にも137円あたりまでそれは行くんじゃないかなというふうに思っていたんですけども、まあそれは あっという間にねかき消されたってことです。やっぱり材料によってテクニカルの方向性がね振り分けられるってこと結構あったりとか、材料後って結局はねテクニカルの方向に復権力をかなり持つんですよね。それが今回も出てきたかなと思います。はい、ということでね、こちらから、あ、すいません矢印になってた。これからも右肩上がりが継続ということになります。で、今週も今日と明日しかありませんけども、昨日までと違ってね、今日からはまた新しいマーケットが作られるということで、1時間軸でお話しましたけども、お話しますけども、どちらかというと上の方にマーケットができたのかなってことです。はい、そして4時間見てみましょうか。4時間で確認すると空いた窓がきちんと埋まってるのがわかるでしょう、うん、だからまあこれも窓埋めの一つなんですよ。でトリプルトップがここにありまして、それからね長期金利の発表によってガクーンと円高の方向に値動きは進んだんですけども、強烈な復元力を持って昨日はまあ収束からブレイクを起こしまして上昇になったわけですけども、その後材料によってピタッとここに蓋がされて窓埋めが完了ということで、新しいマーケットはこの辺りにできたかなっていうところですよね。全体的に見てももうこれで迷うことなく右肩上がりが復元したことがわかるでしょう。そして1時間です。1時間も綺麗に戻ってますね。長期金利の発表で窓が開いてガクンと落ちたところから収束ブレイクで上の方向に、さらに材料がここにありまして窓を埋めて、その後上昇方面に向かっているということで、これから148円の方向に値動きが行くということでね、介入の危機がまた近づくんではなかろうかというところでございます。はい、それではね今日の動き、その他材料の方を見ていきましょう。材料なんですけども、まずは8時1分みたいな変な時間にありますね。それから8時50分に、機械受注がある、これもまあいつものことですね。だから今日相場を見ていくのは9時過ぎということになりますけども、13時半にちょびっとあるのと、あとはやっぱりメインは夜ですね。まあ夜は多分これ三つ星とかありますけども、そこまで大きく動かないんじゃないかなと思いますね。まあ今日はお昼前ぐらいからテクニカルがまた十分効いてくると思いますので、まあその時におそらくですけども倍で取っていくようになるんじゃないかなと思います。じゃあその時はねエントリーポイントをどこら辺に決めましょうみたいな話をすると思いますね。それから今週37週目もあと1日明日だけになりましたけども、明日はどうかなと。明日は大した材料ないですね。はい、まあ気になるのがこのユーロのラガルド CEB の、あ、 ECB の総裁の発表でございます。まあ、こんなところですか。はい、じゃあまた9時ぐらいにお会いしましょう。お疲れ様です。